はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。トレジャーイベント始まりました。今日はね、隠しステージブンブンドリ、そしてワルノリン、こちらをね解放して攻略していきたいなと思います。まずは隠しステージ1のブンブンドリから解放していきます。僕はねトレジャーコマさんチームを選んでいます。隠しステージの解放条件はステージ19にて必殺技8回以上使う、これで解放することができます。ちなみにトレジャージバニャンチームではこのブンブンドリステージ20で必殺技8回以上、インディ J チームの場合はステージ19にて必殺技8回以上で解放することができます。さあやっていくぜ。必殺技をたくさん出すということでデカプニのヤマタン入れました。これでね必殺技をデカプニループみたいな感じでたくさん出して8回ぐらいはいけるかなという感じでやっています。おっと、ちょっと強いぞ、思ったより。やばい、残り8だ。あー、出られた。マジか、なかなか難しい。さあもう一回いくぜ。今回はねうまくこの話し神の回復、 HP 回復、今技レベル1なんで、まあ回復量は166ですけども、この回復、そしてドキドキ、必殺技はサボりということで、このサボりと回復もねうまく使いながらちょっと時間稼いで、まあ、必殺技もねうまくヤマタンでたくさん出しながらいきたいなと思います。さあ太陽神、このポイント玉をね壊すのにまあ太陽神結構使えますね。まあもしくはキラコマとかでもいいでしょう。何か一個ね謎り消しメンバーに入れておくと、まあポイント玉が壊しやすくて結構簡単にねポイント稼げるよね。今回なんかやけに敵が攻めてくるというか、なんかほぼほぼなんか全ステージ毎回敵が攻めてくるっていうね、何なんでしょうね。さあヤマタン、今までこんなに横取り争奪戦の時もね、まあ確かに敵が攻めてきたぞあるんですけど、こんなになかった。なんか今回やけに多いっていうね、まあおかげでポイントは結構稼げてポイント貯まるの早いので、まあ嬉しいって言えば嬉しいんだけど、何なんでしょうね、仕様変更があったのか、単なる運営がミスって設定ミスっちゃったのか、よく分かりませんけども。さあこれで必殺技は8回以上いったでしょう。さあレベルも上げていきます。この新妖怪たちね結構面白いんで育てていきたいなと思います。ポイントは25個、500ポイント、今5000位ぐらいですね。おし、隠しルート解放することができました。さあ行ってみようぜ。ランキングは7000位ですね今。お、ブンブンドリ来たぜ。さあ隠しステージのブンブンドリやっていきます。使う妖怪はこちら、ホテイソン、攻撃力アップ、フィーバーゲージの上昇率をアップ、モテマクール、カクカ、ナツキですね。そしてモテモテ、ナツキ、ヤーメルンジャス先生、単体攻撃プラス回復、キラコマ、ナゾリ消し、これでいきましょう。今回は仲間にしたいのでナツキ妖怪入れています。ブンブンドリねずっと気になっていました。いつもねブンドリステージで出てくるんだけど、何なんだこの妖怪なのか何なのかよくわかんない。やっと出てきましたよ。これはね仲間にできるはずなんで、ぜひとも仲間にして技レベル育てていきたいなと思います。武器ミー族の B ランクですね。必殺技は中央消しということで、ブンブンカウボーイすっごいこの縄を回してるんだけど、見た目強そうだな、なんか悪そうな顔してるしね、何なんだこの鳥は。さあフィーバータイム入りました。さあ攻撃力アップからのヤーメルンジャ先生出します。まずは好物与えておきます。これを忘れてはいけません、 B ランク。さあヤーメルンジャス先生、そしてキラコマ行くぜ。ぐるぐる回します。
ポイント玉も壊していきます。さあどうだ、これで落ちろ。おー来たぜ、420Y マネー。さあレベルも上げていきます。このモテモテンがね意外と使えるんだよね。そしてポイント、なかなかたまらないけど70ポイントゲットです。さあブンブン取り、友達になりました。 B ランク辞典を埋めていきます。これもねまたちょっと使っていきたいなと思います。それではいよいよボスのゴゴゴ T ドラゴン、こちらやっていきましょう。好物を与えられないということは仲間にできない。使う妖怪はねヤーメルンジャ先生、攻撃プラス回復、ブンブンドリ中央ケジです。ゲットしました。 B ランクトレジャージュバニャン、唯一ガシャから出たイベント妖怪。そして話し神、こちら回復です。太陽神エンマ、謎り消し。今回のガチャひどいひどい、イベント妖怪トレジャージュバニャンしか出ないっていうね。おっと、なんかいきなり戦おうと思ったら横取り返ってきました。おー牛タンゲット。さあランキングも上げていきます。そんなことよりゴゴゴトレジャードラゴンいきます。さあなんか強そうだ。このトレジャードラゴンはなんかあれだよね、来週のスコアアタックにも出てくるんだよね。それで確か特殊能力持ち妖怪、あの猫2世すごいつくらしいんですけど、ガシャから出ないまあおそらくねそのスコアアタックに合わせるようにして週末確率アップが来るので、まあそこでね狙えればいいかなと思います。今回のガシャ何なんですかね、全然出ない。猫2世、マジンカーメン、ゴーキングデッド、この3体はねぜひとも仲間にしたいんですけど非常に厳しい。またねちょっとどうだろう、またちょこちょこねガシャ回していきたいと思います。さあ対応しに行くぜ。まあとりあえずまあこのトレジャージバニャンしかいませんけども、まあこのトレジャージバニャンをもうエースとしてね使っていきたいなと思います。さあこれでいけるか。お、いきましたね。ワンフィーバー、そんなに強くねえぞ、ボスなのに何も落とさず 220Y マネー。さあレベルも上げていきます。なんかでも本当そんな強くねえな、いつもボスはもっと強い感じがあったんですが。さあランキングも上げていきます。さあいよいよ隠しステージいきましょう。ワルノリン、これは好物が上げれるということは仲間にできる。まずはこんな妖怪でいきたいと思います。グデタマ S ダメージカット、そして覚醒土蜘蛛デカプニですね。サキちゃん、下からプニを焼き尽くす。覚醒セッション丸、単体攻撃。そしてヤーメルンジャ先生、攻撃プラス回復。この武器ミッパでね黒ヨカゴッチ使って、まあどこまで戦えるのかちょっとねやってみたいと思います。まあ隠しステージに出てくるんで、おっと898、やべえなこれ。3カウントごとにこの898も食らったらやばいですね。フィーバータイムまでなんとか持つか。そして技ゲージ吸収も使ってくる、そしてなんか反撃もしてくるっていう話なんで、迂闊にこの必殺技も出せない。おっとあと75、おー行きましたねフィーバータイム。さあダメージカット、おっと反撃だ。なるほどね、なかなか強いですね。ちょっと攻略ヒント見てみましょう。反撃や技ゲージを減らしてくる、特殊能力を持った妖怪をうまく使ってチャレンジしよう。猫2世、魔人カーメン、マガサス。なんかいつも思うんですけど大した攻略情報じゃないというか、要するに特殊能力持ちの妖怪使えっていうだけのことだよね。まあしょうがない、持ってないんで
今度薄ら影っぱでいきたいと思います。さあこれでどこまでいけるか。今回とにかく通常攻撃が898、反撃が799なんで厳しいよね。反撃があるんで迂闊にこのサボりとかダメージカットも発動できないっていうね、そこが非常にいやらしいですね。特殊能力持ちの妖怪があれば、猫2世があれば、まあ、一気に半減して538、反撃で479。猫2世と魔人カーメンがあれば359ですか。なのでどうなんだろう、猫2世と魔人カーメン両方いる、もしくは最低でも猫2世がいるという感じでしょうかね。不思議族とポカポカ、まあ、謎に2体、福60とキラコマで、まあ、種族効果がね 35% ついて HP が4700、攻撃が4500というとこですけども、なかなかフィーバータイム入りました。でも残りがやっぱりここでこらえれないとダメだよ。270残ってないとダメだな。もうあと一歩